おはようございます。竹下敦史です。いくつの、現のね、使用レポート、今日で17日目になりました。昨日ね、こちらの、フレットバターというですね、ピンタワーかな。フレットをこう磨くグッズなんですけど、なんて言ったらいいかな、繊維のね、コットンみたいなものに研磨剤とね、研磨剤なのかな、液体の研磨剤みたいなものが染み込ましてありまして、それでね、これフレットを拭くんですけど、これがすごくピカピカになるんですよ。これおすすめのグッズです。これフレットバターね、はい、17日目ですかね。こんな感じの音になりました。ちょっと聞いてみてください。しまいまして、よく弾くね、こういう、昨日双子玉川の、いつもお世話になってます島村楽器さんね、お邪魔して、フレットバターありませんかって言ったところ、ありますよと言うんでね、早速買って使ってみました。で、ちょっとまだ使ってないんですがね、このフレットを保護するね、アルミ製のベシッとね当てて、でこれで保護してから、フレットをこう吹きとすると、まあ、よりね指板を傷めることなく、フレットのお掃除ができるんじゃないかと思います。はい、お気づきの方いらっしゃるかと思いますが、今日はですね、頭はですね、お風呂場でまた丸刈りにしてみました。前回知り合いのね、IT 企業 の、 社長さんにね、ちょっとこっちがうまく枯れてないよっていうご指摘を受けましたので、ちょっとこっちが中心に、丹念に刈ってみました。いかがでしょう。はい、宇宙人のようだと言われておりますが、スタートレックに出てきそうだね。スタートレックに出てくるクリンゴンか。クリンゴンに似てると。データにも似てると。スタートレックってね、すごくいいんですよね、お話がね。ジャンリュック・ピカードっていうね、館長さんが大好きで、とあるエピソードの時にね、一人まあミッションの途中でね、
取り残されるわけですよ。で、まあ一人取り残されてしまって、まあ、副艦長が彼を助けに行きますかと、船長に聞くんですね。と船長はその必要はないと、船を発進させろって言うんですよ。で、副艦長はいや彼を助けるべきじゃないかと言うんですが、艦長は意思を変えずにね、一人の命よりも、この船全員の、その惑星に戻るリスクを考えたらね、私はそうするべきだと、この船の艦長は私であると、その惑星にね、残された彼もきっと、同じ選択をするだろう。この話を聞いてね、考えさせられましたね。多くの、そういう映画とかお話って大体その残された一人も助けに行ってでハッピーエンドみたいになると思うんですが、スタートレックのすごいところってまあ一人見殺しにするわけですよでもね、本当のそのトップに立つね指揮者っていうのは僕はねそうであるべきだと思うんです。その人の死を無駄にしないためにもね、絶対にその艦を守らなければいけない、そういう判断ができる人が失礼、上に立つべきだと思います。そこからねきっと将来艦長になるであろうね副艦長もねすごく多くのことを学んだんじゃないかと思うんですよ。その回のエピソードっていうのは本当に心に残りましたね。そういう判断ができる指導者ってのはなかなかいないんですよね。そういう意味でね、私はねジャン・ルック・ピカードっていう、まあ、架空の人物ですけど、とてもね尊敬しております。今日また話が取り留めもなくなってしまいましたが、今日おすすめするのはね、こちら友人のねギタリストのジェイクにはね勧められてたんですけど、なかなか信用してなくてね買ってなかったんですけど、これいいですよ。これフレットバター、あとねちょっとこれ香りもすごくいいんですよ。結構ね僕香りにこだわるんで、これでねフレット磨くとねすごくギターがねいい香りになるんですよ。今日も、通称グリーンウリ君まあしましまがいと緑色の猫っていないんだけどね、まあブルガリアのねこっちのねオルフェイスバレーギターとはね、これウリ君っていう名前つけてるんですよ。これね、ウリ君っていう名前あだ名つけてるんですけど、まあ、このしましまとねちょっとこう雰囲気似てるでしょなんでねこっちはねグリーンウリ君というお表になりました、決めました。はい、あ気持ちいい。やっぱりフレットがねピカピカだとねビブラートもこうビブラートかもこう気持ちいい。
ぱりフレットピカピカじゃないとダメですね。そんなわけで、エクサギターゲン17日目のレポートでした。フレットがピカピカになったんでまだもうちょっといけるかな。そんなわけで、ちょっと今日は寒いですけどね、丸がいいです。はい、コウさんありがとうございます。徐々に上手くなってきました。はい、いかがでしょう。後ほど上手くいったか上手くいったかご連絡いただけると幸いです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。 See you next time です。